とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、アイテムを貯まりましたので、古代狩りやっていきます。今日はこれ初めての方かな?はい、初めての方とパーティーを組んでます。古代狩り、3周目標で行きましょう。よし、では、一発目から来ましたね。OK かな?行きましょうか。ただね、ラグエ。すっごいラグエ。なんだろうね。めちゃめちゃラグいのよ。なんだ、俺は外れだけど。あ、間違えた。そうだった。黄金をつけてからだったね。そうだった。忘れてた。まあまあ、次からはちょっとつけよう。まあ、とにかくなんかラグいからな。一回再起動したがいいのかな。あれ、ここは、なんだったっけ?あ、あれか。小人がタワーになってるやつだ。はい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 。いけるかな?これで。まあまあまあ。行ってみようか。どこに出る?あ、いけたいけた。でも、普通だったよ。達人の弓、ああ、おめでとうございます。おお、俺だけやっぱ、運悪いな。ちょっと待って。いや、幸運ついてるよ。まあ、出るとき出ないとき、あるんだろうね。一周目おしまいでーす。幸運つけてもなんかあんまり変わってない気がする。いや、でも、今までがね、前回、前々回ぐらいが、やっぱり幸運つけてる人がかなりいいの出てたからね。やっぱ違ってくるんだろうよ。全部いりませんね。次。ノーマルいらなーい。ツタカーマーか。クールダウンなし。いりません。いらないなー。もう一丁いけ。微妙やね。ああ、これがユニークだったら当たりだったけど、まあまあ、いりませんね。2周目いこうか。2周目の最初はここですね。ちょっと微妙な感じか。で、ちゃんと。幸運装備、つけてます。いいかな?あ、いや、まだだな。多分幸運装備を探してる途中かな?多分そんな感じ。で、多分ラグ差も、多分なくなってると思うから、やっぱり、再起動が効いたのかな?あれ、止まった?落ちてはないっぽいので、もう二人で行こうか。二人で行きましょう。多分落ちちゃない。落ちちゃないんだよな。やっべやっべ。よし、でも、いける。よし、あれあれ、ちょっと待って待って待って、俺の生きた、ちょっと待って。俺の生きたツタアーマーが出てこないぞ。どういうことだ。嘘。俺のユニークがなくなった。結局ね、あの生きたツタのアーマーは手に入りませんでした。確かに出たんだけどね、一緒に穴に落ちていってダメになったんだよな。まあまあ、ツタのアーマーはもうすでにね、いいやつ持ってるんで、まあいいけども、ちょっとショックだな。いいやつだったらね、人にあげてもよかったんで。なら、いきます。びっくりした。びっくりした。なんか、ラグいと思ったら、いきなり、戦闘が始まった。どうだみんなは。フロストアーマー。おお、冬の指先、当たり、大当たりじゃん。
OK かな。では、いきますよ。どこ来る？ OK。どこだ？待てい。さあ、倒した。おっしゃ、俺、グリーンメガス出た。やば、俺も死にそう。いや、矢がない。あぶねえ。矢がなかった。なんか変な風になってるね、今。あ、やっぱ。エモート使ってるもんなんか。よし、オッケー。え、ま、え、なんで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 ？お、びっくりした。なんか変に敵が湧いてるなと思ったんだけど。お、大丈夫でした。お、次行きましょう。なんかおかしいぞ。オッケー、いいところ来た。ここですよ、ここ。待ってたのはここ。いいか、あと一回死んだら終わりなんだよな。いきます。変更ついてるから要注意。いやー、危ねえ。装備忘れてた。装備忘れてた。そうやった。どう？バブルバースターおめでとう。めちゃめちゃいいの出たね。忘れてた。装備変えるのすぐ忘れるわ。ここか。一応つけたよ。一応つけた。でもポーションバリアこれ1だからね。結構きついかもしんない。とにかく行くぞ。行け。じゃあ、外れじゃん。うそ。命がけだったのに、まあいいや。悪いの、また俺だけ運が悪い回ですか、これは。また俺だけか。最近多いよ、本当に。普通にね、撮影以外でやってる時も、俺だけ出ないことってね、ザラにあるからね。なんだろう、呪いでもかかってるのか？それでは2周目、クリアしました。なんだろうな。出たユニーク装備は戻ってこず。俺だけ、ノーマル装備しか出ないとか。なんなんだ。本当に呪われてる感じだ。いりません。いらない、いらない。やっぱあの装備がね、落ちてこなかったのが本当に気になる。あんなの初めてだからね。いや、昔はあったか。昔は何回かあったのかもしれないけど、久しぶりだった、あれは。全然来ないぞ。いや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 。あ、怒り、ダイナモか。あの、エンチャーな。微妙すぎるね。ダイナモ3はまあまあまあいいとしても、いや、いらないわ。いらない。3周目いきますか。3周目はね、1人だね。1人で来ました。なんか、最近のマルチってさ、重くない？むちゃくちゃ重いんだけどさ、重いっていうか、ラグい。とてつもなく。とてつもなくラグいんだけど。忘れてる。もう、毎回忘れるよね、俺。毎回忘れるよね。もうイカじゃなくてさ、もう普通に、これで行こう。もうデイリーじゃないんだから、別に敵も強くないし、これで行けるでしょう。ちょっとね、一回一回着替えるってなると忘れてしまうわ。ちょっとこれで行きます。おっと、ここは、さっきのツタアーマー一緒に落ちてこないかな。さすがに落ちてこないか。もう、落ちないよ、俺。なんか、どうなった。アイテムと一緒に下に落ちるとダメなんだろうね。前は、自分が復帰した時に、アイテムも一緒に落ちてきたけども、旗とかもね、
今はなんか違うのかもしれないね。下に落ちたらもうダメなのかな。3周目おしまい、特に何かいいやつが出たわけではないけどね。でもまあまあ、良かったんじゃないですか。いろんなハプニングあったけど、おーっとダメだ。ダメだ。クールダウンもないし、雷フォーカス、火炎フォーカスもない、ポーションバリアもない、何もかもついてない発光するイカの防具。これはダメだ。フロストアーマー。いらないでしょ?テレポートもいらない。急兵。ダメ。ダメね。次。なんか惜しいやつとか来ればいいけどな。何にも惜しくないもんな。ワールウィンド。あのね、黄金の251のワールウィンドよりも、呪いの斧とかよりもね、263のノーマルのやつの方が全然強いね。263の、呪いの斧はめちゃくちゃ強い。半端じゃないね。なんで、いりません。いらない。反逆者どうだ?ダメだね。やっぱクールダウンが一つついてないと、キノコをね、維持することが難しいから、ちょっと嫌なんだよね。最後!ハープか。マルチショットもついてない。ダメですね。はい。では、見てみましょう。もうノーマルだらけだね。グリーンメナスぐらいか。本当はもう一個ね、あったはずなんだけど。とりあえず、ノーマル品は、捨てていきましょう。いらない、スノーアーマーもいりません。ツルハシ、バブル。さあ、一個だけ残ったね。どうだ?ダメ。ダメだなぁ。とても使えそうな感じではありませんね。はい。ということで、小田狩3周行ってみました。最近本当にさ、マルチがラグくない?ラグいよね。なんでだろう。まあ、この、なんだろうね、このずっとギュン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 溜めてるようなエフェクトが残る、これが重くなる原因とか、わかんないね。なんか、いろんな原因があって、最近すごい重いんだと思う。マルチもそうだし、このミッション選択画面とか、行った瞬間とかも動かないでしょ。ほぼほぼ。なんで、まあそういうところをもう少しね、改善してもらえれば嬉しいです。よろしくお願いします。では、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。